はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、プレ版限定 SH フィギュア2仮面ライダーチェイサーです。はい、チェイス関連のアーツも早くも3体目で、マシンチェイサーとプロトドライブに続いて、ついに仮面ライダーチェイサーもアーツ化ですね。これでチェイスと GO の最終フォームが揃いましたから、あとはタイプトライドロンですね。外箱はこのような感じになっております。プレ版限定品ですから小窓はなくって、正面は商品画像ですね。ではレビューしていきます。はい、中身はこうなってて、仮面ライダーチェイサー本体と角パーツ、交換用手首パーツが4種類と、信号アックスプラス、必殺技再現用パーツです。本体と角パーツは別になってますから、まずは角パーツを押し込んで取り付け、カチッとはまりますし、角はプラスチックパーツですけど、意外としっかりしてますね。そしてこれで、仮面ライダーチェイサーが完成で、ぐるっと見回すと、このような感じ。めちゃくちゃかっこいい。いや、すごいですね。今回も。近づいてみると、こんな感じで、顔のデザインとかも本当に完璧ですし、全身を近づいてぐるりと見ると、このような感じになっております。ベースのグレー部分のカラーは、関節部分の成型色とは明らかに質感が違って、パープルの塗装の縁取りなんかもものすごく正確ですよね。足の裏側までモールドが入ってますし、全身の細かい色分け部分も塗装のはみ出とかが一切なくって、すごく丁寧に作られてますね。サンプル画像を見たときは若干面長に見えましたけど、そんなことは全くなくって、顔の再現度も高いですし、全身のプロポーションバランスとかも一切突っ込みどころがなくて、完璧な出来ですね。可動は首が前後左右に自由に動いて、ボディは胸と腰で分割で可動します。反ることもできて、前側も曲がりますし、ひねることも OK。肩のアーマーパーツは腕にヒンジでついてますし、両腕は回転することもできますし、水平方向も上がります。二の腕回転と肘、手首。下半身の構造はこれまでと共通ですから、よく動きますし、マッハドライバー炎は、マッハ同様上下にパーツを動かすことができます。シグナルチェイサーは取り外し可能ですから、信号アックスのここのくぼみに取り付けることもできます。もちろん前輪シューターにも対応してますね。後ろのタイヤ部分は完全固定で、回転もできませんし、引っ張って外すことなんかもできませんね。そして信号アクス、ぐるっと見回すと、このようになってて、フルカラーで、デラックス版同様の色分けですし、ライダー専用の文字もあって、刃の部分も鋭利ですね。これが標準状態で、爪を引っ掛けてパーツを外して、内側のクリアパーツ部分を交換用のものに付け替えることで、半分だけ暗くなりますから、この状態でパーツを戻すと、少しわかりづらいですけど、上の部分が暗めになって、一定いいよう状態が再現できますね。この要領でクリアパーツ部分をひっくり返して取り付ければ、待ってろよ状態ですね。では、手首パーツを開き手に付け替えて、ライドチェイサーを後ろに置けば、チェイサー！はい、まずは仮面ライダーチェイサーの初変身シーンですね。さすが超絶プロポーションですから、ほぼ直立してるだけなんですけど、めっちゃかっこいいですね。ぐるっと、見回すと、このような感じ。ポーズもほんとよく決まりますね。そしてライドチェイサーから信号アックスが出てきて、装備するとこうですね。信号アックスもアーツのスケールに合わせてありますから、結構サイズがあって、持つと大きさが目立ちますね。初登場時からガンガン振り回してましたから、こんな感じの振りかぶりポーズもできますし、両手持ちなんかも全く問題ないですね。関節も割と固めですから、片手で持っても腕が下がるようなことはないですね。振り下ろしポーズなんかも簡単に取れますし、ボタンを押す指パーツこそついてませんけど、必殺発動ボタンから、回ってるよう状態になって、シグナルバイクもはまって、信号も赤ですね。回ってる間にブレークガンナーで戦いつつ、行っていいようで必殺技ですね。ちゃんと青信号になってます。今いろいろ動かしてて思ったんですけど、アーツ系ってものによってポーズをつけようと思うと、パーツがポロッと取れたりとか、武器をうまく保持できなかったりとか、うまくいかなくてストレスが溜まったりするんですけど、アーツチェイサーはそういうのが一切なくて、パーツの安定感もすごいですね。もちろんライダーキックも綺麗に決まります。信号アックス用の握り手パーツを使うことで、ライドチェイサーにも乗れますし、マシンチェイサーっぽくもできますね。今回のアーツチェイサーの発売で、ついにチェイスの3つの姿がアーツ版でも勢揃いしましたね。さすがに V シネ限定のゴールドのマシンチェイサーは多分発売しませんよね。そして TK 版と比べるとこうで、並べるとわかりますけど、TK 版めっちゃよくできてますよね。細かいところでは結構差がありますけど、そこまで見劣りしませんし、色分けなんかも良好ですから、アーツ版を買わなかった人には、TK 版すごくおすすめですね。ちなみに Amazon なら、1000円以下で買えます。はい、マッハと並べるとこうで、これでダチ2人が揃いましたね。この2人があれば、様々な名シーンを再現できますし、同じアーツ系のバイクがあると、さらに飾り映えしますね。ちなみに友情合体変身の仮面ライダーチェイサーマッハにはパーツ構造的に合体することはできませんね。ただチェイサーマッハはプレ版ですでにポチりましたから5月の到着を待ちましょう。はい、ということで、プレ版限定、仮面ライダーチェイサーを紹介しました。ドライブ系のアーツは基本的に、フォーミュラのシール時刻以外は、毎回全く不満点がありませんから、今回も気になるところが一切なくって、とにかくかっこいいアーツでしたね。変身者のチェイス自体が、色々とキャラが濃かったですから、チェイサーに思い入れがある人も多いと思いますけど、そういう方はちょっと感動するぐらいの、超高クオリティフィギュアだと思いますね。以上、プレ版限定 SH フィギュアーツ仮面ライダーチェイサーの紹介でした。